こんにちは、えのき商店です。今日はユザファーストエディション2022をご紹介いたします。こちらはですね、山形県酒田市に新しくできたユザ蒸留所の本当にね、一番初めのボトルとなっております。でユザ蒸留所はですね、日本酒を作ってるメーカー金龍さんという会社があるんですけれども、そちらの出資で作られたようです。で結構ね、このユザ蒸留所こだわりがありまして、コンセプトとしては小規模ながらも本格的かつ最高品質のものを目指すということで、本場ねスコットランドの伝統的な製法を用いつつも、日本らしいものづくりに対するこだわりを持って、こう世界に一つのねジャパニーズウイスキーを作っていくということでございます。で、こちらユザ蒸留所ホームページの方もねすでに出来上がっておりまして、こちらがねポットスチールですね。で、こんな感じでウイスキー作りのこだわりについても紹介されております。で、こちらね、なんかコンセプトがトラスというコンセプトを掲げておりまして、 T がね、 T にちっぽけな、 L がラブリー、かわいいですね。で、A がオーセンティック、本物の、S シュプリーム、最高のということで作られております。ポットスチールがね、フォーサイス社製で、発酵層が5つあって、カナダ産のベイマツを使っているということでございます。ここね、後ろに山、鳥海山という山がありましてね、日本の名水かなんか百選かなんかに選ばれてる土地でも地域でもあるらしくて、水がねきっと美味しいので、美味しいものができるかなと思います。では商品の方をご紹介していきましょう。こちらなんですけれども、はい、2018年11月から2019年1月に蒸留された原酒を、バーボンバレルのみで熟成させたものがボトリングされております。テイスティングノートとしましては、こちらが蜂蜜、バニラ、アプリコットのような甘く華やかな香り、滑らかな舌触りと、ライトからミディアムボディの味わい、フルーティーな甘みということになっております。ということで、まあね、万人に向けた感じの仕上がりとなっておりまして、11月に蒸留した後、半年後ぐらいにね、今度はピーティットのものも作ってるという情報も耳にしましたので、そのうちね、ピートタイプのものも出てくるのかなと思っております。ということでね、こちらの方もちょっとね、入手がだいぶ難しくはなってきてるんですけれども、ゲットした方はぜひお試しいただければなと思います。またユザ蒸留所の方今後楽しみですので、動向チェックしていただければなと思います。ということで、今回はユザファーストエディション2022のご紹介でした。ご視聴どうもありがとうございました。